どうもヌネです。マリオカート8デラックス遊んでいきたいと思います。前回お話ししたジョイコングリップのまま遊んでおります。というか2本撮りです。 150cc のチーズランド、前回の動画中に問題は1回も起きなかったので、今回もちょっと検証をしながらジョイコングリップに差し込んだ状態のジョイコンでやっていきたいと思います。3戦か4戦を予定してます。ああ落ちたよ。盗まれたし。お前か盗んだのは。いやすげえとぶっ飛び方したけど、なんかラグってんな。よし、はい、というわけで次、この前ですね、ネットの記事で見たんですけど、自作で段ボールでスイッチを作った少年にお父さんがサプライズでスイッチを買ってきたっていう、なんかすごいいい記事がありまして、家計的にもなかなか買ってあげられないような感じだったらしいんですけども、その何でしょうね、本物のスイッチをもらった時のお父さんじゃない、子供の喜ぶ顔がね、すごくいいなって思いましたね。ああ落ちる。で、買ってもらってたソフトがマリオカートだったみたいなんですが、インターネット対戦してるんですかね。どこかで対戦してるといいなって思いますけど、しかし間な、レインボーロード苦手だな俺。
150cc で生き残って生かしにくいよな。じゃなかったっけ。落ちた。ないか。まあプラス点だからよしとしましょう。はい、というわけで通信エラーが発生して別部屋に入って帰ってきました。ベビーパークだったかい、そんなとこかな。ハイラルサーキーとかよかったんだけど。7周するとこだね、ここ。痛い。一気に再開かよ。うわー、きつっ。